外ではなく教会でやります。はい、まあもし後でですね、ちょっと庭に、教会の庭に出るかもしれません。はい、あ、ふわっち始まりましたね。はい、りえさん、まゆちゃん、はい、始まりました。それではですね、はい、チャイさん、信仰の力で雨止ませて、まあ、何かあるときですね、イベントがあるときに、雨が、まあ、止むように祈るような祈りもあります。納豆さん、おはようございます。これくにさん、今日の、まあ、タイトルは、欲は孤独の喜び、欲は、孤独の喜びというタイトルです。で、これはですね、ゴンさん、おはようございます。これは、神の愛の喜び、または神の喜び、神の喜び、神の愛の喜びということにの対比ですね。花さん、おはようございます。どういうことかと言いますとですね、私たちはその2つの喜びがありますね。肉の喜びと神の愛の喜び、肉の喜びと神の愛の喜び、神様がですね、私たち神の愛の喜びを、知ってほしい、神の喜びを知ってほしい、これが信仰です。イエス様おっしゃいました。私の喜びがあなた方にあるように、私の喜びがあなた方にあるように、私たちは、イエス・キリストを知って、本当の喜び、神の喜びを、知ることができます。御霊の実は愛、喜び、平安。愛、喜び、平安。御霊の実ですね。トモさん、ルールさん、おはようございます。近所さん、おはようございます。メロディーさん、おはようございます。そして、今日はですね、まあ、その、まあ、快楽の喜びと言いましょうか、肉の喜びと神の喜びの大きな違いが一つあります。まあ、快楽の喜びや欲の喜びというのは孤独の喜びなんですね。つまり自分だけが喜ぶみたいな、まあ、自己中ですからね。自己中というのは自分を喜ばせる、自分を喜ばせる、それが、まあ、罪と言えるでしょう。その、まあ、食べる、おいしいものを食べる、したいことをする、ね、自分のものをこう自分の利益を考える、まあ、これが欲なわけですけど、まあ、結局それは自分が、自分だけが喜ぶ、自分だけが喜ぶ、それが、まあ、欲の喜びと言えるでしょう。自分が得する、自分が利益を被る、自分が都合がいい、自分がしたいことができる、これはまさに欲の喜びです。私たちは罪人であるということはそういう性質があるということですね。飛び子さん、おはようございます。晴れるといいですね。そうですね、それに対してじゃあ神の愛の喜び、神の愛の喜びというのはどういうことでしょうか。それは関係の喜びです。関係の喜び、関係の喜びというのはですね、自分の喜び、自分だけが喜ぶという喜びではなくて、相手を喜ばせる、ね、相手を喜ばせる、まあ、相手と愛し合うことの喜び、まずですね、私たちは、イエス・キリストを信じます。イエス・キリストを信じるときに神様と和解します。そして神様と和解するときに、その神が喜び、その私たちも喜びがもらえます。イエス様を信じる前はですね、イエス様を信じてないということはですね、その神様は喜んでないということです、ね、神と断絶してる、ね、神と断絶してるというのは、まあ、イエス様が喜んでいない、イエス様が喜んでいないならば
そのイエス様との関係の喜びがないわけです。まあ、人間同士がですね、人間同士が喧嘩をしたら、喜べなくなりますね。親子が喧嘩する、夫婦が喧嘩する、兄弟が喧嘩する、友達同士が喧嘩する、そこには喜びがないんです。なぜかというと、そこにはですね、なんて、逆に苦しみがあり、怒りがあり、そこにですね、何か断絶があります。それは喜びの反対です。そこには苦しみがあるんですね。多くの人はその、多くの人はその関係が悪いために、人間同士の関係、神様との関係が悪いために喜びがありません。その結果、関係の喜びがないために、自分だけの喜びを求めます。それが孤独の喜びですね。自分だけの喜び、自分だけが、しかしそれはもちろん本当の喜びではないですね。孤独の喜びはやはり孤独です。本当の喜びは関係の喜びです。どういうことでしょうか。まず私たちは神様と良い関係になる、イエス様を信じてイエス様と共に歩む、それが本当の神の喜び、本当の喜びです。霊的な喜びと言ったらいいでしょうか。その正しい喜びと言ったらいいでしょうか。そういう喜びですね。キズさん、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これは大宣教命令ですね。大宣教命令、私たちはイエス様の教えをの全てのことを守るように彼らに教える、まあ、これは特に牧師の仕事ですね、まあ、全てのクリスチャンの仕事でもあります。牧師の仕事はイエス様の命じた全てのことを守るように教える。ですから、私も、いろんな教えを教えています。そういうわけですから、皆さん、私たちは神の愛を学んでいますが、神の愛を学ぶということは、じゃあその反対は何なのか。その反対は罪ですね。罪というのは結局は欲をがはらむと罪を生むとあります。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すと死を生むと書いてあります。つまり罪というのは欲によって罪を犯すということです。つまり自分、自分が喜ぶ、自分が得する、自分中心になる、これが結局罪を生む。つまり悪いことをするというのは、自分の欲なんだよということですね。欲なんだよじゃなくて、欲を追求すると悪いことをするということですね。欲を追求すると、悪いことをしてしまう。金銭を愛することはあらゆる悪の根だと書いてあります。それはどういうことでしょうか。結局お金というのはですね、お金というのは自分の欲を満たすための道具としているということです。なぜ多くの人がお金が欲しいか、なぜお金が欲しいか、ね、それは自分の欲を満たすために欲しいんです。そこが違うんですね。世の中の人たちがお金を欲しがるのは、自分の欲を満たすための道具として使うからお金を欲しがるんです。じゃあクリスチャンにとってはどう考えるんですか。クリスチャンにとってはですね、お金は欲のために使うのではなく、お金は愛するために使うんですね。愛するために、神の愛、神の愛のためにお金を使う。つまり、まあ、なんていうんでしょう、自分のために使うというよりも誰かのために使う、神様のために使う、ね、神の栄光のために、また神の愛のためにお金を使う。それがクリスチャンのお金の考え方です。ですからお金を愛するのではなく、ね、人を愛する、ね、人を愛するということが目的です。しかし世の中の人たちがお金を欲しがるのは、欲を満たすためにお金があった方が、
欲を満たせるということです。クリスチャンにとってはですね、お金だけが愛する道具ではありません。お金がなくても皆さん、お金がなくても人を愛せるんですね。お金がなくても人を愛せます。だからクリスチャンは、お金を、欲で欲しがってはいけないということですね。欲で欲しがってはいけない。シャンさん、おはようございます。近所さん、お金に依存してはいけないのです。そうです。お金に依存するというのは結局それは、神様ではなくお金に頼ってしまうということですね。はい、そういうわけで皆さん、世の中の人たちの、喜びは本当の喜びではなく孤独の喜び、自分一人だけの喜び、自分の欲を満たすための喜びです。しかしそれは本当の喜びではありません。本当の喜びは神の喜びです。聖霊を受けて御霊の実である、御霊の実は愛喜び平安、愛喜び平安、神様の喜び、神様の喜びこそ本当の喜びです。本当の平安です。本当の愛なんですね。そして私たちは、そのいつも喜びなさいと聖書では言っています。いつも喜びなさい。もちろんそれは、欲による孤独の喜びを求めなさいと言っていることではありません。聖書が言っているいつも喜びなさいというのは神の喜び、聖霊の喜び、聖霊による喜び、イエス・キリストを喜ぶ、イエス・キリストを喜ぶ、またイエス・キリストを父なる神を喜ばせる、天の父を喜ばせる、そのような、喜びです。飛び子さん、いらっしゃい、おはようございます。はい、そういうわけで私たちは2つのものを比較して学ぶことができます。一つだと学びにくいですね。二つを比べると学びやすいですね。欲とは何か、神の愛とは何か、肉的な喜びと霊的な喜びの違いは何なのか、それを比べることによって理解できます。今日は、欲の喜びは、孤独の喜び、自分だけの喜び、自分だけの喜び、それが欲だということです。そして神の喜びは、関係の喜び、関係の喜びというのは神様と、良い関係で喜ぶ、人間同士が良い関係で喜ぶ、それが関係の喜び、それが神の喜びです。ですからぜひ皆さん、私たちは、自分だけが喜ぶのではなく一緒に喜ぶ、隣人を自分のように愛するというのは隣人を喜ばせるということですね。隣人を喜ばせる、それが神の愛だということです。そして、人間の欲の喜びは、相手をむしろ、相手を不快にして、相手に対してね、自分を優先して相手を後回しにする、相手を後回しにする、自分を優先する、それが欲の喜びだということですね。近所さん、僕の友人のクリスチャンの韓国人の人は日本でお世話になったと言ってお金を日本の子供のために施しました。キリスト教信者の鏡だと思います。そうですか。クリスチャンはですね、神が喜ぶことを喜びとします。隣人が喜ぶことを喜びとします。罪人はですね、罪人は人が不幸になることを喜びます、皆さんそういうことありませんか。人の不幸を喜ぶ
喜ぶってことありますよね。私たちそういう人の不幸をですね喜ぶということあります。それはもちろんよくありませんよね。人の不幸を喜ぶことはそれはとんでもないことです。私たちは人の、幸福を喜ぶべきです。人の幸福を喜ぶ、それが大事です。ガラテヤ5の13、これは肉の行いのとこでしょうかね。彦さん、キューちゃんはいつも他人を優先して自分を後回しにしてるんですか。それを心がけています。心がけています。私たちは訓練しているんです。神の愛の訓練です。で、訓練するためには理解しなければなかなか難しいです。大使さん、ありがとうございます。兄弟たち、あなた方は銃を与えられるために召されたのです。その銃を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさい。そうです。私たちはですね、イエス・キリストに会って解放されていろんなことができるようになります。しかしその銃をですね、肉のための銃としないで愛を持って互いに使うための自由、つまり愛しなさいということですよね。私たちは、イエス・キリストに会って癒され解放されいろんなことができるようになります。しかし自由になったから肉の働くことをするのではなく、自由になったから癒されたから、むしろ、愛することのためだということですね。愛するために救われた、愛するために癒された、愛するために解放されたと言えるでしょう。近所さん、九州豪雨被害で苦しんでいる人たちが救われますように祈りたいと思ってます。そうですね、私たちは、悲しむ者と共に悲しみ、喜ぶ者と共に喜びます。シャンさん、神の愛の訓練とても勉強になります。人の幸福を喜ぶの、いや、それはね、人の幸福を喜ぶのではなく罪ですね。罪が、ごめんなさい、人の不幸を喜ぶのは罪だということですね。で、人の幸福を喜ぶことが神の愛だということですね。ジダロンさん、なぜ多くの日本人は自己中なんですか。いや、日本人だけじゃないです。すべての人間ですね。すべての人間が自己中ですよ。自分を喜ばす、自分を喜ばす。愛は目に見えない。そうですね、愛は目に見えません。しかし愛は表現されますね。言葉に表現されます。態度に表現されます。行いに表現されます。はい、それでは明石タイム行きましょう。あ、ちょっと外に出ましょうか。雨が降ってますけどですね、どのくらい降ってるんでしょうか。教会の庭ですね。教会の庭です。まあそんなに降ってないですね。まあ教会の庭配信ですね。神の愛は永遠に続くのですね。そうですね。愛というのはね、本当の愛は変わらないということですね。人間の愛はコロコロ変わります。本当の愛じゃないからね。本当の愛じゃないから、まあ欲の愛と言ったらいいでしょう。まあ要するに人間の愛は結局は自分を喜ばす愛です。でも自分を喜ばす愛は本当の愛じゃないんですね。変わらない愛、本当に相手を愛し続ける愛、それが本当の愛です。でもそれは人間は持っていないんですね。罪人であるということは本当の愛を持ってないということです。そしてそれは
そのイエス様が与えてくれるものが本当の愛と言えるでしょう。近所さん、お金はしばしば表面的な偶像に過ぎず、多くの人々は根深い偶像に捉えられている。その通りですね。多くの人の動機、多くの人の動機は罪です。そして欲です、ね、聖書が言っています。あなた方の欲が神だ、あなた方の欲が神だと聖書に書かれています。そしてそのような欲が偶像崇拝だということですね。皆さん、偶像崇拝の本質は、ね、イエス様じゃないものを拝むということですけど、その偶像崇拝の本質は貪り、貪欲だと。貪欲が偶像崇拝の本質です。皆さん、ですから拝金主義も貪欲、それから自己中も貪欲、いろんな宗教も結局はそれは、貪欲なんです。皆さん、そのことを理解しましょう。宗教は貪欲なんですか？そうなんです。偶像崇拝はみんな貪欲なんですね。ですからよく見てください。まあ、イエス様は別ですよ。イエス様は別ですけど、多くの宗教者はね、宗教者は偽善者で、聖職者ぶっていますけど、聖職者ぶってますけど、心の中は貪欲だと、この間やりましたよね。何でしょうか。パリサ人、律法学者、あなた方は偽善者で、ね、白い墓で、言ってることは綺麗事言ってるけども、心の中は貪欲だと言っています。もちろん私は、自分の中の心の中の罪を認めます。私は罪人で、私の心の中に罪があることを認めます。しかしその罪がイエス・キリストによって許されることを信じています。私は、偽善者になりたくありません。私は自分の罪を認めます。ですから私は悔い改めてイエス様にその罪を許してもらいたいと思います。でも、宗教というのは結局、自分の罪を認めず、自分の罪を認めずイエス様を信じようとしません。つまり、悔い改めないということですね。それはまさに、心の中に貪欲があるということですね。ぜひ皆さん、多くの宗教が、お金が目的の宗教がたくさんあります。それはまさに、宗教が貪欲だということを表します。もちろん宗教だけではありません。政治家もそうです。多くの政治家は、貪欲です。お金が目的です。口では、ね、いい政治をすると言いながら、いい政治をするな、すると言いながら、心の中は貪欲です。ですから皆さん、私たちは、その偽善者ではない政治家、偽善者ではないリーダーを、その探すべきです。求めるべきです。それではですね、では明石タイムは、これですね。災いだ、偽善の律法学者、パリサ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。モーカさん、十字架の愛を知り、イエス様との関係を良くしたい。神と和解したいのでもっと悔い改めます。キュウちゃんは、牧師は面白い髪型、これはですね、まあ、結果的にこうなったみたいな感じです。天然パーマなんですね。天然パーマで縮れていてですね、まあ、チリチリの髪の毛です。
はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナル、メッセージ。皆さん、人生は喜びがないと、楽しくありません。多くの人は、欲の喜び、欲を求めて、喜ぼうとしています。しかしそれは本当の満たしはありません。それは孤独の喜びですね。皆さん、一人で喜んでも意味がないと思いませんか。皆さん、例えばご馳走を食べるときですね、ものすごい、ご馳走を食べるときですね、皆さん一人で、ね、ご馳走を食べても楽しいですか。一人で美味しい高級料理を食べて楽しいですか。楽しくないですね。なんか一人で食事をするの楽しくありません。もしですね、誰かと一緒に食事をしたら、誰かと一緒に食事をしたら楽しくありませんか。まあそういう感じですね。だから本当の喜びは関係の喜び、つまり誰かをとも一緒にいる、誰かと誰かを喜ばすような喜び、まあ、それが神の愛と言えるでしょう。欲しかない人はどうしたらいいの。イエス様を信じればですね、欲ではなく神の愛が与えられます。まあ、愛か欲どっちかと言えるでしょう。私たちは、欲で生きるか愛で生きるか、欲で生きるか愛で生きるか、どっちかなんですね。どっちかなんです。そして、欲の喜びは孤独の喜び、神の愛の喜びは関係の喜びだということですね。私はですね、クリスチャンになる前は一人でちびちびお酒を飲むのが好きだったんですね。みんなでお酒飲むのが嫌だったんです。一人でちびちび飲むのが好きでした。いや、これは孤独の喜びですね。孤独の喜び。今はですね、もちろん今お酒飲みません。今は、家族と食事をしたり、また兄弟姉妹と食事をしたり、それが喜びです。それが喜びです。モーカさん、イエス様の愛は永遠に尽きることのない泉のようだと感じています。アメン。永遠に尽きることのない泉。アメン。素晴らしい。はい、トモさん、生まれました、ね、生まれました。ギゼルさん、ギゼルさん、もちろん私たちまで一人でいる時の時間もあります。特にですね、朝のデボーションは一人で祈りますね。朝のデボーションは一人で祈ります。でもその祈りというのは本当は一人じゃないんですね。祈りというのはイエス様と一緒ですから、そういう意味ではクリスチャンにとって孤独はなくなるんです。クリスチャンは孤独じゃなくなります。なぜかというと、一人で祈る時もイエス様がいるからですね。タイさん、ひ孫じゃないです。大さん、ひ孫じゃなくて孫です。孫です。ちょっと雨が降ってきました。皆さん、人生の喜びは孤独の喜びではなく、関係の喜びを持ちましょう、ね、関係の喜び。
虎人を自分のように愛し、自分を喜ばすのではなく虎人を喜ばす生き方、それが人生の喜びです。あ、大さん大丈夫ですよ大丈夫です。それはね、間違えますから大丈夫です。それでは、ちょっと早いですけど招きをしますね。今日の放送を見て、あ、そうか、今まで知らず知らず、快楽を求めていたけど、そうか、快楽っていうのは孤独の喜びだったんだ。欲というのは孤独の喜びで、自分の喜び、自分を喜ばす喜びだったんだ。あ、そうだったんだ。今まで人を喜ばそうとあまりしてこなかった。ましてやイエス様を喜ばそうなんて全然考えてなかった。これからは悔い改めて、孤独の喜びではなくて関係の喜びが欲しい。イエス様を信じて、まずイエス様を喜ばしたい。そしてイエス様を喜ばすことによって、イエス様を信じることによって、今度は隣人を喜ばす生き方に変われたい。本当の喜び、本当の関係の喜び、そういう喜びを求めよう。欲の喜びではなく、快楽の喜びではなく、本当の人生の喜び、神の喜びが欲しい。イエス様を信じて、これからは自分を喜ばす生き方ではなく、隣人を喜ばす生き方をしようと、そのように思う方、アメン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 。アメン。天のお父様、感謝します。私たちは以前は自分中心で自分を喜ばすために生きていました。相手のことは理解 したくもない、理解する余裕がないというか、理解したくなかった。むしろ相手の不幸を喜んでた自分でした。相手が失敗すると喜び、相手と比べて、相対的の中で自分を喜んでました。自分のが偉いとか、自分のがすごいとか、自分のが、いいとか、そういう相手と比べるための比べて喜びを作っていました。しかしそれは本当の喜びではありませんでした。それは自己愛であり、自己中であり、孤独の喜びでした。孤独の喜びでした。しかし、本当の喜びを今日聞いて、ああ、そうか、本当の喜びは自己愛ではなく、隣人を自分のように愛する愛、イエス様の愛、十字架の愛、むしろ自分を犠牲にして、自分を犠牲にして隣人を愛する愛、それが本当の愛だったんだ。これからはイエス様を信じて、イエス様を喜ばし、天のお父様を喜ばすよ、そして自分の隣人を喜ばす生き方をしよう。これからは全く違う人生、全く違う人生を歩みたい。アーメンといった方々がそういう人生を、始めることができますよ。本当の喜び、本当の喜びの人生を味わうことができますように。祝福してください、祝福してください、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ガロードさん、パチンコで勝った喜びはまさに自己愛ですね。自己愛です。自分を喜ばしていますね。ガロードさん、パチンコでは本当の喜びは、できません。パチンコで勝った時の喜び、それはまさに欲の喜びですね。欲の喜びです。それでは皆さん、また
今日の夜7時にお会いしましょう。良い一日を、良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。